ヒル。ヒル、ヒルは、関係動物モンヒルズナ、革命、に属する生物の総称。体の前後端に吸盤を持つのが特徴である。ヒル類は、大型動物の血を吸うものがよく知られているため、その印象が強いが、それ以外の生活をするものもある。共通の特徴は、体の前端と後端に吸盤を持つことであるが、その発達の程度は様々である。 また、細長いヌメヌメするもの、動物の行き地を吸うものといった印象の動物にヒルの名をつける場合もある。郊外ビル、カンヒルなどはその例であるが、分類上は全く異なったものである。関係動物一般に共通するが、体は細長い。この類の特徴として、外部形態の耐火傾向が挙げられる。口全容はほとんど確認できない。イボ足はなく、 貧毛類には、ある剛毛すらほとんどが持たない。代わりに、口周辺と肛門の下側が、吸盤になっており、捕食活動にも運動にもこれを用いる。どちらか、一方だけを持つものもある。一部に、外へらを持つものがある。体は、外見上は、非常に多くの大切を持つように見えるが、そのほとんどは表面に、感情のシワがあるだけで、実際の大切は、 より少なく、普通は34である。シワがあるために明確ではないが、耳ずるいに見られるような艦隊が、対前方にあり、その覆面に、死ゆの生殖孔が開く。死ゆ胴体である。外見的には感覚器は見えないが、対前方の背面に、目点、光の強弱を感じるセンサーで、電子顕微鏡で見える表面がへこんだ器官があるものが、多い。 体長0.2から40センチメートルで、多くは淡水に住むが、陸上や海水に住む種類もいる。肉食性で、主に小動物を食べるもの、大型動物の血を吸っているものなどがある。長く大型動物にたかって暮らすものは、寄生性とみなされる。小さい方では、例えば、イビルなどは1センチメートルに満たない、小さいもので、水草の上などを生いながら、 小さな巻貝などに頭を突っ込んで食べている。また、特に大きなものには、八つ枠がビルがいる。全長は、伸びると50センチメートルを超え、全身は、鮮やかな金色に、黒色の縦筋がある。湿った陸上に住み、これまた40センチメートルにも達するシーボルトミミズ、などの大型ミミズを丸飲みにする。哺乳類に対して吸血する種があり、人を対象とするものも、 少なくない。川に入っている時や、沼地や、湿度の高い森林などを歩いている時に取り憑かれ、血を吸われることがある。水田には、治水ビルが多く、水田での作業中に血を吸われることは普通であったが、農薬などによって減少している。山ビルは、猿、イノシシ、鹿などの増加につれて分布域を広げているという、話もある。2008年までに、 日本でヤマビルによる被害が確認されていないのは埼玉県、大阪府、福井県、石川県、青森県、北海道、山口県、北部九州、四国である。ヤマビルは靴につくと尺取り虫のように体の上の方に上がっていき、服や靴の裾や袖口などの隙間から潜り込んで皮膚に到達する。噛まれても昼の唾液に麻酔成分があるため、痛みを感じないまま。 血を吸われ、吸血痕からの出血を見て気がつく場合がある。また、血液の凝固作用を妨げる成分も含まれていて、流血が広がりやすいが、通常、傷は数日で治る。ヒル自体には毒性はないと言われる。吸血種の主な種類は、治水ビルや沼ビル、山ビルなどがある。日本にも生息する花ビルのように、体表から吸血するのでなく、 体内に潜り込んで吸血するものもあり、内部ヒル症と呼ばれる。吸血性ヒルに関しては、害のみでなく、医療や薬用として利用も行われている。基本的に人間は、吸血生物に対して、嫌悪感を持つ。特にヒルは、蚊やアブなどのような他の吸血性動物と異なり、ヌメヌメした容姿に対する嫌悪感や、 噛まれた傷口から長く出血することへの不快も加わる。他方、地の凝固を防ぐ力があることから、古来より遮血などの医療用としても用いられてきた。漢方では乾燥した昼の小薬名を水ビル、水鉄と呼ぶ。需要競争に効果があると言われ、ヨーロッパでも古くから薬用とされてきた。1884年に、イギリスの生理学者が、 薬用ヒルの唾液腺からペプチドで構成される血液工業古成分であるヒルディンとい成分を発見した。日本では水ビルやヒルディンを使用した製品に薬効を謳う,うことは許可されていないため健康食品として販売されている。ヒルは悪い血を吸い出すものとしてインドのアーユルベーダなどで出来物などにたからせて血を吸わせるなどの行為が行われた。また、ヒルの唾液は 膝関節症に効果があるという。帽子、長袖、長ズボン、厚手の靴下、長靴、あるいはしっかりした登山靴を着用し、首筋にタオルを巻いたり、靴とズボンの隙間をガムテープを巻くなどして極力肌の露出を避ける。ただし、ズボンを着用している状態であっても、ズボンを這い上がった後に、上着の隙間から入り込んで腹部に吸着する場合がある。 タオルや靴下にあらかじめ塩をすり込んでおくなどの承知も有効である。市販のヒルキ飛躍を使用すると効果的である。ヒルキ飛躍の主成分はディートであるため、ディート含有率の高い虫除けスプレーでも代用できる。ディート含有率の低いものであっても一時的ながら効果がある。最近では子供を持つ母親によるディート離れの活動が起きていることから、 デート無添加のヒルキ機材も発売されている。3アコウに分ける。そのうちのヒルミミズアコウは、かつて貧、モーツ綱として扱われたもので、ヒルズナと貧ツ綱との中間的な性質が見られる。他の分類は楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。